はい、皆さんこんにちは。今日はですね、APS のカメラのね、話をしていこうかなと思ってます。はい、まあここ最近ちょっとねフルサイズの話とか、あと RX100M5 の話とかね、そういう話が多かったんですけど、まあ久しぶりにね、今ね α6500、っていうのをこう手にしてね、まあご紹介することができるんで、まあ、せっかくだからね、紹介というか、まあ APS 専用の、まあ、レンズとかね、そこらの雑談ができたらいいかなと、いうことを思っております。よろしくお願いいたします。はい、今現在私は、まあ、今日ビデオの話ですね。はい、スチール写真じゃなくてね、天体写真も関係ないです。はい、で、この今現在ですね、私はもう α6500 というのを APS では使っています。はい、こちらですね。うん、まだ全然綺麗ですよ。まあ、底面もこういうなんですか、アルミテープを貼って、はい、すごく綺麗な状態ですね。はい、で、まあ、今後ね、これをどんどん使っていこうとは思ってるんですが、今夜ね私がまあちょっと紹介したいのは、まあ、僕のチャンネル見てる方はね、ご存知かとは思うんですけど、このレンズですね。うん、APS におすすめのレンズ、まあ、ビデオ撮影でね、特に、まあ、ジンバルとか使われる方はね、そうなんでしょうけど、私がまあおすすめするレンズはもうこれとこれだっていうことをね、ずっと、申し上げておりました。はい、そのレンズの、まあ、1、2、3本、3つをね、まずはちょっと紹介しようかなというところですね。まず1本目ですけど、こちらお分かりでしょうかね。はい、SEL の 10-18mm の、まあ、ズームレンズですね。広角ズームレンズ、はい、APS で、10-18なんで、フルサイズに換算すると、まあ、ソニーの場合はね 1.5 倍、1.5 掛けしますんで、15-27mm か 15mm-27mm、はい、ということなんで、まあよくね、フルサイズ専用の超広角レンズで16-35とかね、いうのがあります。で、35っていうね、テレ側っていうのは、まあ、この、ズームではレンジの中には入ってこないんですけど、ワイド側はですね、これ 10mm ですので、ね、1.5×15mm ですから、まあ、フルサイズの16に比べて 1mm 焦点距離が、まあ、短いってことなんで、より広いところが映るということは言えるかと思います。はい、なので、小型軽量で、まあ、見るからにね、うん、軽量なんですよこれ。はい、こんな感じ、うん、軽量ですよね。なのに、F4 同士でね、F4 同士で、はい、こちら書いてますね。うん、F4 同士で超広角ズームであるということですね。はい、なので、まあ、私はこれは、まあ、主に昼間のビデオ撮影で、歩き撮りをするときとか、うん、まあ、ワイド感を出して、まあ、歩いたりとかするときとかに、この10-18mm というレンズを使っています。はい、お値段も、7-8万ぐらいで買えたんかな、確か。はい、結構はね、コスパは高かったと思います。はい、まあ、APS のレンズはね、ズームとか単焦点含めて、まあ、結構ねお安い値段のものが多いんじゃないかなと思ってますんで、その、まあ、おすすめするレンズの中の一つがこの 10-18mm ということですね。はい、なので、まあ、こいつはですね、H2 ですね、ジンバルに乗せて、撮影することがやっぱり多いですね。はい、うん、まあ、実際ね、これでこう歩いたりとか、まあ、以前はね走ったりとかっていう動画とかもアップしてました。はい、まあ、F4 でね、若干ねやっぱり、まあ、フルサイズの F4 に比べると、まあ、暗いというか、いうのもあるんで、夜にはまあ積極的には使ってないっていう感じですね。うん、積極的には使ってないけど、まあ、全然使えないことはないと思います。はい、よっぽどね、光源の少ない暗闇とか神社とかね、そういったところを撮るんでもなければ、はい、問題ないのかなっていう感じですね。はい、ということで、まあ、この SEL の 10-18mm っていうのがまず1本目。
はい、ジンバルやられる方はね、特にね、このレンズすごく楽しんで、入手されるといいと思います。はい、よくねスピードコントロールできるレンズっていうふうに私はまあ比喩してるんですけど、10ミリから18ミリのこのレンジの中で、まあ歩き撮りをした時にね、ジンバルで歩き撮りをした時に、まあこのスピードをね、うん、これ速いで、これはゆっくり、速いゆっくり普通みたいな感じで、スピードをあたかも調整できるかのようなね、歩き撮りのこの背景の流れ方ですね、はい、でそういう楽しみのあるレンズかなと思ってます。はい、まあ、できればよく言えばですね、この、APS 用のこの広角ズームのニッパチ同士が欲しいなって思いますね、っていうのも結構軽いんですよこれ。軽すぎるっていうのも、まあ、ジンバル、まあ、他のね機材とかとマッチングさせる上ではもうあと 200g ぐらい、重くてもいいかなっていうのがあって、でそう考えると、まあ、ソニーさんには、この APS 用のニッパチの、10から18みたいなね、いうものを作っていただけたらもう最高かなって思います。はい、というのがまあ1本目ですね。はい、で次、2本目ですね。ちょっとレンズ交換します。これはもう昨夜とかもねメインチャンネルでも言いましたけど、私が一番使ってるズームレンズですね。はい、こちらです。 SEL の18-105mm F4、 はい、 F4 のレンズです。はい、どうだったかな、ここね二重になってまして、こっち側がズームリングだったかな、でこっちがピントリングかな、はい、だったと思います。でこれジンバルで、結局プレートをつけたりするん でプレートがねどうしてもこれほら真横から見る とどっちかな、こうか、ここがこう突き当たっちゃうんですよ。で、傷つくのが嫌だから、まあこれも黒いアルミテープを、二重に重ねて貼ってるのかな。はい、なのでここ傷ついてるように見えるんですけど、実際にはこれ剥がすと、まあ、綺麗な状態ですね。はい、とはいえ、結構ね使用感が、使用感がありますね。ちょっと見てみましょうか。かなり使い込んでるんでこんな感じですわ。ね、まあところどころにこう傷がある様子がお分かりかと思います。はい、まあ、そんだけね使用頻度が高いレンズなのかなっていうね、ところですよね。やっぱりねこのズームレンズのいいところはこの APS にはない、ズーム倍率、そうですね APS にはないですよね。この F4 同士とか F 値が固定のズームレンズで、まあ、例えばキャノンの24-105mm、あれはズーム倍率で言うと4.何倍ですかね。24-105っていうのは 4.何倍、で対してこの18105っていうのは 105÷18 で何倍になりますかね。まあ6倍弱ですか。はい、ということなんで、まあ、かなりね6倍って言ったら結構すごいですよね。まあズームの幅が広いレンズっていうのが、まあ、APS で実現していると。でなおかつ、F がね4で固定されてますんで、まあ、明るさねこうズーミングした時も、その、まあ、動画内映像内で明るさが変わることがないというのが、まあ、メリットの2つ目で、3つ目はズームしても全長が全く動かないということ、まあ、そういうのがあってね、まあ、であとこういうズームレバーね、まあ、これあんまり使うことないんだけど、まあ、こういうじわじわねズームさせることもできると、そういうのがあってね、もうこのレンズはねもう本当動画やる人にとっちゃ最適のレンズだと私は思ってます。昔からね、まあ、このレンズについては、一時はねちょっと光学性能っていう部分で、まあどうかなと思ってた時もあったんですけど、今はねもうこれなしでは APS の動画機のこのレンズっていうのはちょっと語れないぐらいに、はい、私にとってはもうなんていうかな、もう全部入りみたいな、はい、オールマイティなレンズですね。はい、
なのでソニーのねカメラを今後お考えの方はこのね18105F4 ズーム箱見せましょうかね。はい、箱はこんな感じ。うん、はい、ね、このレンズがおすすめですね。ちなみに先ほどの10から18はこんな、箱ですね。うん、はい、まあ、いずれもね素晴らしいレンズですけど、特にもうどれか1本っていうふうに言われたら迷わず、もう本当明らかですね、もうこれ、うん、これしかないということを思ってます。で、私のジンバルセッティングっていうのも、まあ、結局もうこの H2 に載せる時のね、この H2 の本体に与えてるセッティングっていうのはもう全てこの組み合わせ、 α6300 なり、まあ、6500 と、このレンズの組み合わせの重量とかバランスとかそういうものをもとに、その細かいパソコンの GUI 設定ってやつですね、というのをやってます。はい、もうこれが全ての基準ですわ。はい、なので、これよりもあんまりにも軽すぎるとかね、そういうのがあったりすると、まあ、やっぱりまあジンバル的にはね、うん、できればもうちょっと重くしたいというのもあって、まあ、これを基準に今後なんやかんやフルサイズのシステムとか、まあ、その他のね H2 に搭載できるようなカメラの、まあ、機材のねマッチングっていうのを考えていくかなっていう、そういう感じです。はい、もうこいつがベース。はい、うん、でやっぱりねズームができるってことはカメラワークのね幅がすごく広がるんですよね。18mm のね、ワイド端で撮るとやっぱりまあ歩き取りの時にね、うん、まあ、そこそこのね移動スピードが稼げますし、でまあ、APS で 35mm ぐらいだったらまあ、普通のあの標準レンズみたいな感じですかね、うん、そういうのもまああのねこの中に当然入ってますし、で望遠側50とか70とかね 1.5 するとそこそこの焦点距離になりますよね。で一番まあテレタンの 105mm、うん、でそうすると 157.5 ですかね、うん、かなりまあ望遠までいけるんで、うん、だまあ例えば子どもの運動会に 4K で使って、でさらにクロップしてっていうこともできますし、うん、でジンバルに乗せたら望遠ジンバルって呼んでるんですけど、まあなんだろうな、ちょっとなかなか今までの映像表現、まあ、アマチュアの機材ではなかなかできなかったような変わった映像が得られる、うん、そういう可能性を秘めたレンズっていうのがこの、まあ、18105と6500と H2 の組み合わせ、というふうに思ってます。はい、まあ、この物自体に、ね、このもの自体にあんまり欲とか、所有感の喜びとかね、そういうのはあんまり感じる類のものではないんですよね。はい、うん、見た目もねそんなにあの高級感あるわけじゃないですから、うん、ただ実用っていう部分に関してはもうこれに勝るものはないんじゃないかなということを思ってます。はい、ということですね。なのでまあ、18105のレンズですね。はい、これを、ぜひ、おすすめしたいと思います。α6500 を買われた方は、あ、そうだ、あのキットズームレンズがあるじゃないですか、1650かな。はい、あれもなかなかいいですよね。あれは確か F3.5 からいくつかまで F がちょっと変動すると思うんですけど、うん、あれはあれで小型でね、すごくいいと思います。はい、ジンバルも、まあ、H2 にはちょっと軽すぎるような気がするんですけど、ジアンクレーンとかねの、まあ、M とかあの辺には多分乗るんじゃないかなと、うん、まあ、あと、α6500 に、その、1650の、ちっちゃいレンズをつけて、私の持ってる最近紹介してるあの C45 っていうねパイロットフライの、まあ、コンデジ用のジンバルですね、あれにも無理やり乗せることが多分できるんじゃないかなと思ってます。はい、うん、まあ、そういうことなんで、まあ、H2 にはベストマッチの組み合わせということで、この18105ね、最終的にはまあ結局はねこれを買っておけば間違いないんじゃないかなというふうに私は思ってます。はい、まあ、確かにね高級レンズのね質感がいいとかそういうなんかいろんなこう沼とかねそういう喜びもあるんだけど、実用ってところで考えると結局これですね。はい、はい、ということです。
で3本目がこちらの35の 1.8 です。ちょっと箱を見せします。はい、箱はこんな感じ。うん、ね、うん、まあこちらはね、おすすめできるかどうかっていうとちょっと微妙かもしれないですね。まあでも単焦点レンズでコスパのいいレンズ、まあ、最初に1本って言ったら、まあ、それはねやっぱり APS 用なん でしかも 35mm という焦点距離なんで 1.5 倍するとですね、いくつになるんだ、 52.5 とかね、はい、まあ、ほぼ標準レンズの領域ですよね。はい、そういう意味で、まあ、この、まあ、小型軽量なレンズは、まあ、おすすめできるかなと思ってます。うん、で本当に軽いですよこれね。だから、まあ、あんまりにも軽いんでこれを、まあ、カメラに装着してはい、つけるとこんな感じ。手持ちではね、旅行のまあなんかぶら下げて、うん、まあ煩わしいこう重い機材とかっていうのはね、ちょっとこうはばかられるような時に、うん、まあこういう、単焦点の35、まあ換算標準レンズ50ミリぐらいのね、そういうまあ小型軽量なこの組み合わせで、1本だけで手持ちで撮ったりとかっていうことも全然ありかと思いますね。はい、うん、なのでまあ最初に買う、単焦点の1本としてはまあ確かにねおすすめではあります。はい、うん、ただ、まあ、これはね僕のね個人的なちょっと考えなんですけど、個人的な考えを言うと、今度なんかソニーから 85mm の F1.8 とかって出ますよね、フルサイズのとか、まあ、85mm はさすがにあれだけど 50mm の 1.8 っていうのも確かフルサイズであったじゃないですか。うん、ああいうものをつけた方が結果高画質になると思いますね。うん、海外のねそういうなんかのレビューというか比較動画であったんですよ。 APS ね、 APS のセンサーに APS のセンサーに APS 専用のレンズをつけて、まあ、このねイメージサークルいっぱいにこう結像させるよりもフルサイズ専用のね、うん、フルサイズの専用のレンズ、まあ 1.8 とかコスパの高いやつ、うん、これはちょっとねあれですわ、ツアイスのやつなんで手放しに、おすすめできるものではないと思います。これを APS 用に買うっていうのはどっちかっていうとまあフルサイズにねおすすめできるレンズかなと思いますんで、なんですけど 50の 1.8 とかね、うん、そういうレンズをこの APS のカメラに装着してね、装着して撮った方が周辺画質はやっぱりねフルサイズ用にこうイメージサークル広く光学設計されてるんで隅までシャープになりやすいって、まあ当たり前なんですけどね、というところがあります。うん、でまあそれはねずっと頭の中にあったんですけど、ある海外レビューを見てその比較っていうのが APS 用と、そのフルサイズ用の、まあ、50なり何なりってやつね、うん、比較のやつがあって、でそれ見たらねもう一目瞭然でしたね。もう全然違いました。うん、まあ、そのレンズの、モデルにもよるんでしょうけど、うん、まあ結局その動画で言ってるのはやっぱりまあイメージサークル広いもので余裕のある、イメージサークルで、まあその APS というね限られたフォーマットに結像させた方が、うん、よっぽどまあ APS 用の、まあ、APS のイメージサークルしかない、そういうレンズで APS に使うよりは、うん、性能を発揮できると、フルでねこのセンサーの性能をね、うん、ということをまあ言ってたように思います。はい、なのでちょっと回りくどくなってしまったんですけど、まあ、あのフルサイズの 50mm の 1.8 とか安いやつあるじゃないですか、うん、ああいうレンズをこの α6500 に進め、つけるっていうのを、まあ、おすすめしたいかなっていう感じですね。うん、35mm の 1.8 ってあったかな、ちょっとねそれごめんなさい、あの確認してないんですけど、フルサイズで以前私が持ってたレンズで 28mm の F2 っていうのがあったんですよ。うん、あれなんかは 1.5 倍すると 28×1.5 で、42かな、はい、42mm になるんですよ。
まあ、若干ね、標準には及ばないんですけど、ああいうものを、この α6500、あれ確かね、手ブレ補正ついてないんで、で、こっちはね、ボディに手ブレ補正ついてるんで、まあ、今だったらね、あれが良かったのかなと、まあ、売っちゃったんですけどね、はい、いうことを思ってます。うん。なので、まあ、ちょっとね、最初にも言ったけど、この35ミリのね、F1.8 という APS 用のレンズ、うん、これはこれはこれでコスパはとあのいいんですけども、 手放しでおすすめできるかどうかっていうのは、まあ、うん、僕の意見としては、まあ、フルサイズの、コスパのいいやつを使った方が、良さげな気がします、結果的にはね、はい、うん、ということですね、はい。なので、今ね、3本のレンズ、上げました。うん、で、ね、それと似たような考えで、ね、フルサイズにマッチングするレンズっていうのも今回ピックアップしております。でそちらもちょっとご紹介すると、まあ、僕のね、フルサイズで持ってるレンズって以前動画にしたと思うんですけど、結構大きくてね、で重い、うん、シグマの 85mm とかアポゾナーとか、あとタムロンの1530とかね、あの辺はもうほんとガチのフルサイズのレンズなんで、やっぱもう1キロ超えたりとかね、うん、でそれをこれにつけてやるっていうのは、運用するっていうのは、うん、ちょっとなんかミスマッチな感じがあるんですよね。 もちろんね、あの撮れないことないですし、あのいい映像は撮れると思うんですけど、うん、そこそこの重さでね、うん、運用できるのがいいのかなということなんですよ。そんな中で、まだフルサイズのレンズで、まあ、シャープで、で、APS にも、まあ、活用できるかなって思えるのがこちら。うん、私の持ってる少ないラインナップの中ではこれ。20mm の F1.8 ですね。これ今メタボーンズついてますけど、こいつを外すとですね、ちょっと外し方がわかんない。よいしょ。うん。結構小ぶりな。小ぶりなんだけど、まあ 1.8 の明るさを持つ、まあ、あの一応大口径ですよ、大口径の部類に入りますよね、うん、フルサイズ対応ですからね。だってこれがあのほらサムヤンが、あ、サムヤンじゃない、シグマが 14mm の F1.8 っていうレンズを出すじゃないですか。で焦点距離全然違いますけど、うん、焦点距離は違うものの、まあそれとね、まあ、同じ 1.8 というのが、まあ、このサイズとこの重さで手に入ってるということなんで、まあ、これはね、換算で 1.5 かけると 30mm になりますから、30の 1.8 じゃないですか。ってことを考えると、やっぱりね、APS のね α6500 にもつけてみたくなるわけですね、うん、これは今ね、メタボーンズのねマウントアダプターを使ってますね、はい。うん、で、あ、見えるかなこれ、あ、見、こうやったら見えるのか、絞りがねこんな感じでね調整することができるというか、絞りをこう手でしか調整できない、逆に言うとね、はい、絞りを手でしか調整できない、こうね、こんな感じになってて、うん、カメラだと見にくい、あ、やりにくい、うん、これが、開放です。こうぐーっと絞っていく、うん、この数字というのは特にこれ1だから1段とか、そういうものではないと思います、うん、レンズによってもねやっぱあるんで、いろいろこう違いが、で、まあ、この絞りでって決め打ちするのはちょっとやりにくいかとは思うんですけど、ただ私はこれ夜の映像で動画で使ってるんですよ。夜はもうほぼもう開放で撮ってるんで、あんまりねそこに不便さを感じたことはないんですよね、はい。でマニュアルフォーカスのねこれ、まあ、すごいなんか軽い感じ、はい、ですごいねピントがねこうごく一点ここで決まるみたいなね、そんな感じで、この繰り出し幅、繰り出しというかこの何移動幅がすごいこう狭い感じですね。無限あたりでこう こんだけずらすともうピントずれちゃうみたいな、うん、感じですわ。ここはちょっとマニュアルフォーカス、にはないちょっと使い勝手の、
若干悪さかなっていう感じはしますけど、でも結像した時の背面ビューのね、この見え方っていうのはものすごくシャープな印象があります。はい、すごくシャープですね。今日もね、とある方がね、天体写真をアップされて、まあそれを見てたんですけど、その時に使ってたレンズっていうのがこの 20mm だったんですよ。すごくね、綺麗に天の川撮れてましたよ。はい、だからニコンのカメラをお持ちの方は、まあ、このレンズっていうのを、20の 1.8 っていうのをね、ぜひ、星にも使えるんじゃないかなっていうふうに思いますんで、検討されるのもいいかと思います。はい、6500につけるとこんな感じね。まあα7S2 にね、つけるレンズなんで、まああれなんですけど、ちょっとつけてみましょうか。もともとはこいつ、この α7S2 のために買いました。α7S2 につけるとこんな感じ。まあ、こちらの方がまあ当然ね、相性はいいかとは思うんですけどね。はい、かっこいいなっていう、感じですね。はい、というレンズですね。まあ、これは焦点距離的にも F の明るさ的にも、あと、重量的にもね、APS のカメラに、すごくマッチングが良さそうな気がします。でその他の、まあ例えばまあ G マスターもそうですし、いろんなまあフルサイズ用のレンズ、っていうのがあるんですけど、まあそれはね、もちろんね、画質っていう部分では寄与すると思うんですけど、貢献はするんですが、まあ、マッチングっていう部分ではね、まあもうちょっと軽めの、レンズでも、いいのかなということですね。コスパの良くて、F1.8 ぐらいのね、そういう、フルサイズ用の単焦点レンズを、こいつにつけるということです。って考えるとフルサイズ用の F4 同士とかのズームレンズをこれにつけるっていうのもありかな。いやありじゃないですね。一番広角の、16から35の F4 ってありますね。あれそこそこの重さありますし、そもそも焦点距離が16始まりなん でこいつは、やっぱ 10mm からのスタートじゃないですか。ってことを考えると、やっぱり、まあ、APS にはもうこの広角はもうこのレンズと、いうことになるわけですね。というのがあって、やっぱり、まあ、ソニーさんにはこれの、28版を出してもらったら僕は買うかもしれないですね。若干重くなってもジンバル的には全然搭載重量的には余裕なんで、はい、むしろこれちょっと重くしたいぐらいですもんね。という形になります。はい、なので、まあ、フルサイズはもうフルサイズ用のレンズはもう必ずもうフルサイズにつけて運用するんだっていう発想ではなく、フルサイズのレンズの中でも、そこそこ軽くてコスパのいいやつは積極的にこういう APS にも使っていくという考えっていうのはもう大いにありだと思います。結果として、フルサイズ用に設計されたレンズっていうのは APS のそれよりも、APS のセンサーの周辺で両像を結ぶ、可能性が高いということですね。なので、まあ前もね、初の生放送の時に、まあ、F1.8 単焦点って言ってましたけど、単焦点の F1.8 のコスパの良さっていうのは、フルサイズだけじゃなくて APS でも、おすすめだということが言えるかと思います。はい、ということで、今日はね、この箱とかも含めてね、レンズ APS 用のレンズ α6500、今後ね、買われたい方とかが、最初の1本どうしたらいいのか、悩まれてる方とかですね、は、まずはこれ、この18105をぜひ、手に入れていただきたいなと。もしくはまあ1650っていうね、そういうやつもあるんですけど、まああれはあれでいいですよ。ただね、 H2 にはちょっとね、軽すぎるかもしれないですね。はい、軽すぎて振動するっていう場合もあるんで、っていうのがあります。そう、
なので、まあフルサイズを使ってる感覚からするとこの APS のシステムっていうのは非常に小型で軽量で便利だなっていうふうに思いますし、で、今度は今これ撮ってるアルファ、じゃないな RX100M5 これを使っちゃうとこいつはこいつでズームがついてますんで、このズームは何ぼだったかな、まあ標準ズームぐらいの、まあ移動ができますので、それを使っちゃうと今度はこれすら重くなってしまうっていうね、まあいろいろこうやっぱなんかまあ性能と引き換えにね重さとか携帯性とか、そういったところがあるのかなっていう、はい、気はしますけど、まあそれとうまく付き合っていくっていうね、はい、ことを今後もちょっとまあ、試みていきたいなっていうふうに思ってます。はい、うん、これ α6000H は、RX100M5 はすごくいいですよ。うん、映像の解像度も高いですしね、今はねフル HD で撮ってます。はい、PP1 っていうので撮ってます。うん、デフォルトですけど、うん、すごくねシャープ感がフル HD でもシャープ感がある感じですね。でフォーカスの速さは今設定で速くしてます。速くしてる、標準にしてます。で、敏感か鈍感か、じゃあ敏感か標準かみたいなのを選べて、で敏感にしてます。はい、感度は上げて、で、フォーカスの送りのスピード自体は高速、標準、低速ってあるんですけど、うん、今回はもう高速、標準にしてます。こうやってやってこのスピード、うん、もうちょっと遅くてもいいかなって感じするんですよね。もうちょっとじわっといってもいいかなって感じしますけど、これ高速にすると本当にね早すぎちゃってね、うん、なんかぎこちない感じ、逆にね、うん、っていうのがあります。ただあんまり低速にすると今度はねこう追尾、このスピードを上げてた時に、うん、これぐらいのスピードだったらいいですよね、うん、こう近づいてつけていく、うん、ちょっとディレイがありますけど、うん、こういう時はサッと出す時はやっぱりね速い高速のモードがいいかなと思います。うん、いやすごくね、今背面パネルこっち向いてますし、自撮りにも使える、うん、でまあマイクはねこれ今違うのを使ってますわ。マイクも紹介しようか。まあ皆さん自撮りされる方じゃないんで多分マイクには興味ないかとは思うんですけど、マイクはこれオーディオテクニカのAT2035 っていうね、そういうマイクを使ってます。ちょっとこれ音が鳴るかもしれないです。これね、はい、を使ってます。いわゆるそのコンデンサーマイクですね。はい、ヨドバシで買ったんかな。うんうん、2035、なんかねこれも上位もあったような気がする。これの下位のやつもあって、中間のやつを買ったんだったかな、ちょっと忘れたんですけど、うん、まあ決して悪くはないと思います。はい、もうマイクのことはあんまり詳しくないですけど、うん、まあコンデンサーマイクはね音楽の、ことやってたりとかそういうのもあったんで、まあ結構昔から使ってたんですけど、もう良し悪しっていうのはまあちょっと正直よく分かんなくって、はい、うん、決して、悪くはないと思いますね。はい、でまあもちろんね、この RX100M5 のねマイクで収録することもできるんですけど、まあ場合によっちゃねちょっとこう離れて、ズームでね、こう撮ったりすることもあるでしょうし、うん、まあ極力ねデスクトップに近いところにマイクを設置しておきたいという関係上、マイクは別収録してます。はい、あとねホワイトノイズがやっぱ違いますね。うん、まあそれはね6500でもこの 7S2 でもそうですけど、内蔵マイクで撮る音っていうのはやっぱりね後からこう再生すると、 iPhone なんかで再生すると一目瞭然ですけど、結構ねサーっていうホワイトノイズがあるじゃないですか。うん、で対してこのコンデンサーとかこういう XLR のねこれオーディオインターフェース、うん、これは、ローランドのクワッドキャプチャーっていうのを使ってますけど、こういう XLR でこうマイクつないだ場合もうほとんどないんですよね、そのホワイトノイズっていうのがね、うん、そこはね本当ねこのマイクのメリット、この接続方法のメリットだと思うんで、うん、高音質に発信をされたい方は
こういう接続、うん、をするのがやっぱり一番ベターかなって思いますね。はい、うん、まあ、なるべくね、なんだろう、僕の場合は YouTube 発信は後から編集で、まあ、例えば収録して SD カードをパソコンに挿して、でそれをダウンロードして、で今度コピーしてね、そのプレミアとかそういう編集ソフトで開いて、でその後音のレベル合わせたりとか、なんですか、テロップ貼ったりとか、そういうのが結構ほら更新頻度が早いとかなり大変なんですよね。なので今はもうこの生放送みたいなスタイルで一発撮り、うん、全部もう一発撮りですわ。これ今これイヤホンしてるのは、BGM、うん、っていうのを把握するためにこう耳にやってます。はい、なのでもう今一発で収録したやつをそのままもうこれ録画終了っていうのをボタンを押すと、もうそのままファイルが生成されますんで、それをそのままもう YouTube にアップしてるだけですね。はい、このスタイルだとね、映像付きでも、まあ、日々更新、毎日更新っていうのが不可能じゃないなっていう感じします。はい、うん、なのですごく、うん、なんか楽しくなりましたね。うん、自撮りをするのが楽しいっていうよりもこういう機材をいろいろ映像を可視化するっていうね、今までもう全部こう音声だけで配信してましたんで、一眼動画トークですね、あれもね今後はね続けてはいくんですよ。ああいう真っ黒の画面のトークもそれなりにやっぱ音に集中してもらいながらこう聞いてもらうっていうね、そういうのもまあ一つの楽しみでもあるような気がするんで、あれはあれでやっていきます。うん、だけどまあこういう感じの、ちょっとしたこう雑談ですね、うん、っていうのはもう長回しがもう完全にフリーになったんで、うん、やっていきたいですね。うん、OBS っていうのと、あと何、映像をキャプチャーする、なんていうんですかあれ、映像キャプチャーデバイスっていうかな、うん、にもう本当感謝ですね。うん、素晴らしいと思います。はい、ということでちょっとね雑談というか全然話が逸れてしまいましたけど、脱線してしまいましたけど、今日はまあ、メインはねこの APS の、まあ、ビデオで使うレンズのねお話をさせてもらいました。はい、またこんな感じでねカメラの雑談の方一人でやっていきたいと思っておりますので、またご視聴のほどよろしくお願いいたします。ということで以上です。ありがとうございました。